行こう。危ない。カバンは見よう。その体勢からワンアクションでこの威力か。だがミサ格を取りました。でも雷光で弾いたので致命傷ではありません。貴様何者だ。自分はボリス・イワノフ。こいつが僕のいない間に梁山泊に上がり込んで大切な人を。生の心を忘れている。黄泉っていうのは悲しい人たちですね。怒りを深く飲み込んだ。見事に生の気を練っている。ちょっとびっくり。あっ、取った。回想ボフスミュルチ。まじいぞアリア。ん、ありゃ空手の息吹じゃねえか。白浜健一、本当に才能のかけらもない男だったよ。なんせあれだけ行った巨大な基礎修行の成果が今頃現れるんだからね。バカな。瞬発力と持久力、その両方を兼ね備えた良質の筋肉のみに彼の体を作り変えてきた。任務は遂行される。制空権ならば下から行くぞ。私のこの血をかわすというのか。僕はあまり怒らない方だけど、ミュウさんに乱暴するやつだけは本気で許さない。ケイチさん。なんだこいつ。ヒエロフシードブス。首の骨を折るのみ。なんという柔軟性。わからぬ。お前の子供は預かったよ。アパチャイはアパチャイだよ。おい、ボリス・イワノフ、電話だよ。リーダーとかいう人から。お、何、撤退だと。マスタークラスに包囲されてたまわんよ。帰りたまえ。聞こえたぞ、帰ってこい。まだ名を聞いてなかったな、最強の弟子よ。僕は白浜健一。